お嬢様。お嬢様。聞いておられますか明晩の会食の件です。<ん>どうかされましたか今朝から元気がないようですが、本日はお嬢様の嫌いな体育もございませんし。 珍しく宿題も終わっているんでしょう何をそんな気にかけることがご相談していただけませんと我々執事も働きがいがございませんまさかまたあの男ですか前々からお嬢様に何かと話しかけてくるあの男を 鬱陶しいったらありゃしない。ああいう変な虫がいるから公立の学校に通うべきではないと私はあ違うでは何ですか顔が赤いまさかお嬢様体調が悪いんですか なんでおっしゃらなかったんですか。今すぐ、学校に欠席の連絡を入れます。帰りましょう。え嫌だ。なぜですか学校が楽しいから、はあ、楽しいのは結構ですが。 ご自分の体調を一番大切にしてください。私はお嬢様をお送りした後、一度学校に行って、プリント類など必要なものをいただいていきます。お嬢様は部屋から出ないように。はぁ、あ。まさか私としたことが。 お嬢様の異変に気づけないと、失事失格ですね。せめて今晩は、全身全霊をかけて、お嬢様を看病しなくては。<ん>にしても、久々に校内に入りましたね。普段お嬢様はこんなところで、の、 埃がすごい。まったく、少しでもお嬢様が吸い込んだらどうするんだ。掃除がなってないな。こうなったら、職員への徹底的な指導から始めて。な、貴様は、お嬢様にまとわりつく変な虫じゃないか。何の用だ お嬢様なら体調不良でお休みだ。は看病に期待。ふざけてるのか。この愚民が。プリントは私が今から持って帰るところだ。貴様の出る幕はない。残念だったな。 せめてお前のような愚民は、必死に弁学に励め。<laughs> では、私はこれで。おい。何しに来た看病しに来た。そういうことを聞いてるんじゃない。 先ほど、来るなと伝えたと思ったが、伝わっていなかったようだな、この無能な猿には。ここは、貴様のような愚民が立ち入っていい場所ではない。お嬢様は、今大変苦しんでいらっしゃる。無駄に辛労を煩わせるようなことはできない。帰れ。 な、相変わらずしつこい男だ。いいか。お嬢様を看病するのは、執事である私の、私だけの仕事だ。他の人間、ましてや男には、指一本たりとも、お嬢様に触れさせることはない。貴様が普段、お嬢様とどんな会話をしているか知らないが、 これが執事として、お嬢様のそばに仕えるものと、そうでない愚民の差だ。悔しかったら、執事の応募でも出してみるか書類で落としてやるかな。な、お嬢様何をして、あれほど動き回らないようにと。え少しの間、 こいつを敷地内に入れる正気ですかこんな男、何をしでかすか分かりませんよおくっ。命令とあれば、仕方がありません。<laughs> 調子に乗るなよ。十分だけだからな。 私以外の男がお嬢様のそばにいるなど死んでも許せないお嬢様体調はいかがでしょうか熱は測りましたか明日になっても体調が優れないようならかかりつけの医師に相談をして あのお嬢様そろそろ機嫌を直してくださいあの男を無理に追い返そうとしたのは決して私情などではなくあくまでお嬢様の安全を守るために万が一があってはいけませんからあいや 少々、嫉妬もあったかもしれません。大変申し訳ございません。私は、学校で過ごされてるお嬢様の顔を知りませんから。羨ましかったのかもしれません、彼のことが。まあ、奴を認める気はこれっぽっちもございませんが。 当たり前です。それとこれとでは話が違いますから。せめて看病は、私だけにお任せください。しかし、顔色は少し良くなったようですね。食欲はいかがですかかしこまりました。 軽く食べられそうなものを作るように、シェフに申し伝えておきます。んどうされました私はずっとここにおりますよ。はい。今晩は安心して眠ってください。ええ。 そばから離れませんから。LINE ですかどなたからその表情、やっぱりさっきの。寝る前に、内容だけすべて確認させていただけますか